横浜に来たので、みんなで松屋を食べました。とても美味しかったです。いくよ。こんにちは。Oh, no.
どこに行くよ。旅のレポのサウナの顔げそれ使えるか力になる。この声この世界へまた笑え最高の楽しいです。やめちゃつまらんっていうかもう止まらん引き添いだけの気持ちがやばい。わかる、ね、やばい。なんかさ、いつものライブさ、嬉しい。映ってる。わ、すごい。ここの番号がね、書いてあるんだけど、広くても4までしかないじゃん、いつも。6まである、6まである。やばい、びっくりした。やばいよ。びっくりしちゃう。ポメちゃんがもういつもより動き回ってるよ。ねえ、もう嬉しい。お散歩ポメラインや。お散歩楽しい。なんかね、私もっと頑張ろうと思った。何を？なんかあの、活動を頑張ろうと思った。こういうところいっぱい出たい。そんな後ろ向いてたらほら見てる人が見えないから、ね、でも毎日このくらいの広さでライブできるようになりたいです。確かに頑張ろう。毎日はちょっとやばいと思うけどでも相当じゃない毎日って、ね、できるようになりたいなって思いました、ね、頑張ろう思いました。すごく頑張ろう。そうなれるように、みんなで。それでは早速あの告知ポメちゃんお願いします。はい、この後アタパチ17時20分から並行物販あるのでぜひぜひフロアの皆さん遊びに来てくれると嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。
それでは聞いてください。グローリーデイズ。いくよ、つーせー。始まるんだ。初めてのコロナ最後の曲です。ジェッツ横浜、見てくれてありがとうございました。最後全員拳を上げて盛り上がっていきましょう。フランス、なんとなく過ぎ去る変わり映えもすることのないエブリデイ。退屈な画面と来て知らないと例えば不思議でも別にいいけれど変わらないまま変わってくまま焦げと見つめたじゃん。嬉しかったことも悲しかったことも笑い合える日まで色褪せない瞳に一生懸命輝き放つそういうかっこです。いくよ。ありがとうございます。以上、私たち